30% ぐらいですかね。です。で、もうほとんど、工業の方に、工業で使われてるんじゃないかな。3割ぐらいだと思います。大概是30%。特别其实并不多，其实跟台湾有点像，就是台湾的话的比例大概也是在27%。可是就是一般人一直认为说，核能电厂在我们自己国家能源比例一定是占很高，因为政府一直宣传它很重要。不知道日本是不是也是这样的情况，政府也是这样宣传。操作かどうかがちょっと判断しかねるなと思うのは、多分電力需要全体のうちの 30% が原子力ということを知ってる人自体がすごく少ないと思うので、操作するならもっと広めてるだろうなと思います。他也很難判斷，可是日本人覺得 30% 高不高？这个是怎么讲呢？就是其实大部分的日本人他也不知道他们自己用的电力里面有 30% 是那个依赖管理。むしろ電力会社に対するプレッシャーでしょうね。その30%が少ないというか。所以那个或许是政府给电力公司一个压力，跟他们说 30% 其实还是很低的，所以鼓励他们继续发展。例えばこのグラフを見てください。请看这个图。これは、エリアです。北海道と東京というのは各電力会社。这个就是他刚刚所说的九大电力公司的一个发电量。黄色が原発で、青が水力。黄色的是核能电厂，那蓝色的是水力发电。この北陸が、原発がゼロになっているのはこの時大きな地震があって。ここの原発が全部止まっているからです。那你可以看到，就是这个北陆这个地方，它完全没有核能的存在，是因为它在做这个图表的时候，刚好当地发生了地震，所以让当地的核能电厂全部停摆，所以这个时候它是没有任何核电的。上関原発を今新しく作ろうとしている場所はこの中国電力。那这个是就是中国电力公司。原発の割合が一番少ないです。它在九大电力公司里面呢，其实它的核能的比例是最低的。今そのことを逆手にとって国は一番 CO2 を出してる電力会社で国に入れてるわけです。那他们的核能电厂最少，现在就受到了一个中央政府来的压力，说你们的核能电厂最少，表示你们是排碳最多的一个电力公司，你这样子下去不行，必须要减碳。具体的に言うと、CO2 を出している量によって各電力会社は、排出権クレジットという形で、お金を払っていて、電気事業連合会、全国の電力会社で年間2000億円、払っています。億円。その CO2 を出しているということで。那其实他们给电力公司一个法则，就是他们有一个 CO2 排出权的信，他说排出直接翻译的话就是排出权 credit， 就是排出权信用度。如果你超出那个政府规定的这个额度的话，你就是必须要每年就是大概缴纳2000多亿的日币给那个政府。
で中国電力は、最近は各電力会社の中で一番、この CO2 を出しているための、罰金というかクレジットを加えたら年間200億円ぐらい200億円。いや、さっきはですね、こちらのですね、中国電力だけで。那刚刚说的两千例这个数字是全部的电力公司加起来，然后那个他们被罚付给政府的费用。那中国电力公司它因为它的核能电厂最少，西欧处排的最多，所以它大概每年付200亿日币给日本政府做这个罚金。那个了。まあ、だいぶ電力会社にもプレッシャーが来てるし、日本という国にも多分アメリカとフランスからだと思うんですが、原発をやり続けるようなプレッシャーが来てるんじゃないかという気がします。所以说那个一方面有政府来的压力，那日本政府是受到谁的压力呢？ 有可能就是受到美国跟法国来的压力，就是叫他们必须要继续发展核电。日本的反应之前是跟美国人抗争。对不起哦。那我们要怎么？我们怎么？我们怎么？わからないっていうか、わ。全部チェックしたわけじゃないけど、多分日本製じゃないですかね。僕は全部います。哦，没有，它几乎全部都是日本国产。1953年に初めて原子力に予算がつきました。那1953年呢，政府第一次就是编列核能预算。そして初めて商業用つまり、一般に使うための電気を供給する、ための発電所が動き出したのが。今から40年前です。1970年。那正式开始有就是正式能商业运转的核能电厂出现的时候是大概1970年代。その間20年近くあります。所以大概有20年的时间，他一直持续这个研究。その間に日本の中の、国立大学のいくつかや。関東や関西で、研究がずっと続けられ、その20年近くの研究の後に原発が実際に作られたので、おそらくその間に日本の技術で、作ってきたことを認識しています。所以他认为应该就是这20年的时间呢，就是各国立大学啊什么研究团队去自力开发这个核能技术，所以这二十年的时间让他们有一个成熟的技术，可以来盖一座自己的核能电厂。那么，受美国跟法国压力是？乌克兰，开始使用，持续使用铀矿，因为从美国或是法国这边，就是会提供铀矿给日本。铀的废料，就是核能发电之后的废料是怎么样处理的？今日本ではまだ処分場はどこにも決まってません。可以说现在在日本全国还没有任何一个正式的核废料的储存场。僕が、今日最初に話した自分の住んでた場所からほど近い研究所というのはここです。日本の真ん中です。我刚刚说我家附近有一个核废料的研究中心，那就是这个瑞浪超深地层研究所。超深地層研究所。超深地層。とても深く地層を掘って研究をする場所なんですが、これと似た研究所が北海道にも。